こんにちは。ニュースで韓国語です。今日は漫画編です。ニュースはありません。ジュジョさんもお休みです。今日はですね、ゲストをお迎えしました、えー。ドキュメンタリー映画、限界灘の落ち葉という作品を、えー、撮影したドキュメンタリー映画監督、 という紹介でよろしいんでしょうかまだ完成なので、なんか、<laughs> <laughs> それはちょっと恥ずかしいんですかね。はい。<laughs> はい、あの、後ほど紹介しますけれども、えっと、武蔵野美術大学の今4年生ですかね。ねはい。で、えー、限界たの落ち葉という、えー、ドキュメンタリー作品を、えー、と制作しました。これイオンゴンさんです。はじめまして、えっ、ー、と、限界灘の落ち葉っていう、 映画、ドキュメンタリー映画を作っていただいた、えっ、ー、と、イーヨンゴンと申します。よろしくお願いします。はい。イーンゴンさん、私、えー、この限界の落ち葉という作品を、ツイッターでたまたま告知がありまして、武蔵野美術大学の卒展で上映されてたんですけれども、告知があったので見に行ったら、とてもいい作品だったので、ちょっと今回わざわざお願いして、<laughs> えー、新宿まで出てきていただきました。<laughs> ありがとうございます。なんか遠いところを。えー あの、ムサビっていうものはすごい遠いところだったんですけども。<laughs> でもあれはなんか、1時間半かけて見に行った回があったなと思いました。よかったです、本当に。いやわ、わざわざ来ていただく方が本当に多くて、なんか静岡から来ていただく方もいらっしゃったので、へそういうのが嬉しくて嬉しくて、もう感謝の気持ちにしかないです。はあ、静岡から。それはすごいなぁ。はい、はい。えっとですね、ではどんな作品なのかというのを簡単に えー、説明しますと、あの、1980年代に韓国でプロ野球が発足するわけなんですけれども、この時代にあの、実は日本で活躍した在日韓国人のプロ野球選手が海を渡って韓国のプロ野球チームにたくさん入団するんですよね。そうですね。割と多くの方が入団されてて、まあっていうのは、やばい、えと、韓国野球ができた頃、まだちょっとプロとしての 基本が成り立ってない頃に、ちょっと、それを拭わしてやりたいという気持ちで、かんえっ、ー、と、警備を、いわば韓国野球委員会で計画を立てて、いろんな方を招いていただいた感じなんですね。うんうんうん、そうですね。その頃は実はまだ韓国のプロ野球って外国人選手が入団できなかった時代だったので、で,で、外国人選手がいなかったからということなのか、在日韓国人なら、 レベルが高いだろうということなのか、<laughs> ええー、とにかく、いろんな選手が入団したんです。あの、代表的なのはやっぱり、新浦久夫っていう、そうです。あの、私も現役時代覚えてますけれど、<laughs> あの、巨人から、ど,どこだっけ、サムスンライオンズ。そうです、ね、サムスンライオンズ。に入団して、大活躍して、その後、えっ、ー、と、韓国からまた日本に戻ってきて、今度は太陽ホエールズで投げていた人ですね。はい、はい、そうです。はい。とか、 えー、いるんですけれども、その中の一人で、えっ、ー、と、福士高明。福士明。ひひろ広明。はい、福士広明。福士広明という選手がいました。あまり聞いたことのないかもしれません。選手の、えー、生涯を追ったドキュメンタリーです。これが実に、何<う>ともいろんなことを考えさせてくれるというかですね、おいおい、この話をしながら内容を紹介していきたいなと思いますけれども、はい、福士選手は、 えっと、どんな選手だったんですかねイオンゴさんの方からちょっと説明してもらいましょう。はい。えっ、ー、と、福士選手って、いわば、日本の名門チームである、読売ジャイアンツ。はい。いうところに入団するわけなんですけれども、はい、その時から、話題になった、えっ、ー、と、指名外で入団されるわけなんですね。はい、うん。なぜかというと、国籍が、その時はまた韓国の国籍、うん、いわば在日選手だったので、うん 日本のプロ野球の規約に、その時はまだ日本人だけが指名をされることができるっていうような形だったので、それを狙って指名も全部取って、それ外に、まず、読売ジャイアンツに入団するわけなんですけれども、一緒に入団された方が三浦選手なわけなんですね。でもまあ、活躍その時はまだまだされてなくて、まあ、いろんなところ、例えば南海ホークスとかを立ってて、結局、 広島東洋カープに渡って、でもなんか大活躍をその時からできるようになって、広島カープの初の優勝に貢献されたような選手なんです。い、うん、わばあの、映画の中にも出てくるんですけど、その時に年俸の調整の時に、まあ差別がちょっとあるっていうようなことを言いながら、まあ韓国に渡る、ちょうど82年、うん、3年に韓国のプロ野球ができたので、その時に渡って、当時最も 弱いチームであったサンミースーパースターズっていうチームに入団されるわけなんです。うん、で、まあ、えっ、ー、と、伝説の30章って言われているんですね。はい、シーズン、1シーズン30章という不滅の記録を打ち立てたわけですよね。はい。今、韓国でよく言うことは、ああいうのはもう成し遂げちゃいけない記録だっていうふうに言われてて、うん、もうシーズンの半分以上を投げたわけなんですから、うん まあ、今はあの、先発ピッチャーはローテーションが確立しているので、まあ、日本でも週に1回、あと、まあ、大リーグでも、大リーグでも中4日、中5日っていうね、感じなので、その、さすがに、確かシーズン100試合とかで30勝あげようと思ったら、半分以上投げないといけないわけで。そうですよね。い、うん、わば30勝だけじゃなくて、16敗もあって、6セーブも入っているので、これはもう、 えって思い、うん、思いさせるような。まあ、連投、連投、また連投、先発で投げた翌日リリーフで投げてみたいな、そういう。<laughs> まあ、今考えればめちゃくちゃな働きをしてたわけですよね。そうですね。うん、訴訟されてもおかしくないくらいのレベルなので、それは。<laughs> でも、まあ、福士選手は、それをやったと。ってことで、まあ、いろいろ名前は知られたわけなんですけれども、でも、その、30勝を成し遂げた結果、肩などが壊れ始め、うん、まあ、いわば、 いい選手から普通の選手になってしまった感じではあるんですね。で、まあ、えっ、ー、と、いろんな、そういうじ事故の中から、えっ、ー、と、自分を、まあ、83年の頃に戻したいという気持ちもあったかもしれないんですけれども、それで、うん、まあ、麻薬の事件とかもあって、はい、覚醒剤で捕まったりもしたんですね。あれ、はい、映画の中では、まあ、 捕まったことだけ教えたんですけど、うん、本当は、福士選手が理由として言ったのは、はい。ちゃんと投げたいからっていう理由だったんです。<ー>86年、うん、7年の頃なので、ええ、うん。でもやめられなくなっちゃったっていう感じで、えー、で、ずっとやっちゃって、それがまあ、バレて、日本に永久追放。その時はまた国籍は日本国籍だったので、はい。 っていうことで、日本に戻って、その後に2005年に亡くなられた。うん。また亡くなる時が、和歌山の麻雀店で、父ソファに横になって気がついたら死んでいたっていう、なんだかとても寂しい最後だったんですね。そうです。あの、具体的に言うと、みなべ町はい。和歌山県の。そうです。そこの駅前の麻雀ハウスで、はあ、まあ次の日に行ってみたら死んでいたと。だから完全にも、孤独死みたいな。 どうして死んだのか、まあ、いろいろ噂はあるんですけど、うん、確実なのは、まあ、病気かなっていう。まあ、鉄夜麻雀とかね、体に負担のかかる仕事なんで、なんかそういうことをずっと続けていたら、やっぱり体には応えるんだろうなというのは思いますけれど、<laughs> とにかく、覚醒剤で追放され、最後はその自分が経営していた麻雀店で、誰にも見られずに孤独死するという、<laughs> 実は、三味スーパースターズってのは本当にびっくりするぐらい弱いチームだったので、<laughs> で日本で最近翻訳された小説 説がパンミンさんという方が書いた、三味スーパースターズ最後のファンクラブっていう本があります。はい、ここにもやっぱりその出てくるんですよ。この福祉。そうですね。ちょっと読みますね。僕ね、ここの部分がやっぱりすごく大好きで。とまあ、八十年に三味スーパースターズっていう院長に本拠地を置くチームは。記録的な、<laughs> 負けを続ける。<laughs> ええ、今も破られてない伝説の記録です。悪い方向で。伝説のシーズン勝率1割8分8厘。<laughs> すごいよな。15勝65敗。えー、後期に至っては5勝35敗の1割2分5厘。チーム最多失点20点。<laughs> OB ベアーズに16連敗。あれはシーズンで OB と戦って全部負けたっていう。全然全く一勝もできなかったという。<laughs> はい、まあ、そのぐらい。 めちゃくちゃ弱かったチームなんですよ。それがただ単の80年に全部成し遂げたっていう。8年、ね、<laughs> あ、ありえないくらいの、うん。<laughs> 断突再開だったわけですね, <laughs> ね。で、さてこんなに弱かった、韓国プロ野球の最初のシーズンで記録的な大敗を喫した、えー、最弱チームに、二人の、言ってみれば当時の韓国人からすると外国人選手的な、 選手がやってくるわけです。ちょっと読みますね。そしてこの年の1月17日、玄界灘を越えてくる大観航空747号機の機中には、ちょっと身にもただものとはお見受けできない二人の男が乗っていたのであった。まさに、チャンミョンブとイヨングである、タヌキ。 鉄腕のたぬきこと、チャンミョンブ、限界などを越えて突然と現れ、静かだった韓国全土に、ラーメンは脳神たぬきラーメン、脳神のぐりラーメンですね。<laughs> ゲームはポンポコたぬき、野球は鉄腕のたぬきというキャッチフレーズを浸透させ、あまたの野球解説者を呆然自失に陥らせた彼は、韓国プロ野球史に長く残る真の超人であり魔人であった。 ああ、その頃韓国で自ら競合と認じていた者たちをあざ笑うかのように彼は1983年のプロ野球を血に染めた。その記録を紐解くならば次のようになる。シーズン最多出場投手60試合。シーズン最多勝利30勝。シーズン最多敗戦20敗。シーズン最多先発44試合。シーズン最多関東36試合。シーズン最多完封5試合。 シーズン最多投球回数、427回3分の1。シーズン最多被安打、388本。シーズン最多投球数、5886球。そうだ。世の中には時に説明不能な出来事が起きるのだ。我々をそれを不可思議と呼ぶ。模範試合、あ、これはオープン戦ですね。で、1位を記録して衝撃をもたらした三位は、83年前期リーグの始まりとともに戦闘を失踪し始めた。特に、チャンミョン部は、 三週間という短い期間に八回連続関東勝ちという実際に見ても信じられないような大記録を打ち立てた。メディアは我先に三味の反乱を報道し、また昨年、三味にシーズン全敗の地獄を味わわせた優勝チーム OB が位に転落したことと比較して報道した。<music> とまあ、こんな感じで <laughs>。なんかもう、本当と。ありないですよね。そう。とにかくすごかった人。くるんで、くるんでイヨゴン,ン氏が小屋に一丁に死んだよ。 아니에요, 저는 서울입니다. 서울이에요. <laughs> 근데 왜 잔면부라는 그 사람을 초점을 맞춰서 낚기 만들려고 하시던지 그거 좀 설명해 네. 보시겠어요? 제가, 어, 초등학교, 중학교, 고등학교를 어디서 났냐면은 목동에서 나왔거든요. 허어. 목동이라 하면은 히어로즈. 예. <laughs> 그 당시에 처음 생긴 응. 막 그거. 생겼던 제가 응. 고등학교 때인가 응. 생겼던 것 같은데 제 기억에. 응. 그때는 아마 최악 그 단이었죠. 네. 엉망진창인 <웃음> <웃음> 선수 다 팔고 뭐 응. 말하자면은 <laughs> 그런 팀을 알게 된 거죠. 근데 저는 이제 목동에서 학교를 다니면서 집도 가까웠거든요. 목동구장이. 저건 뭘까라는 생각이 원래 처음에 들어서 <laughs> 야구를 좋아하기는 했는데 음. 설마 야구 구단이 생길지도 몰랐었고 어. 집 앞에 어. 그러고 있다가 음. 이제 해서 그 야구를 보게 되면서 야구 프 프로, 한국의 프로야구에 흥미를 가지게 되었고 어허허. 그리고 더, 거기에 더해서 이제 역사 음. 왜이 구단이 여기에 갑자기 생겼는가를 찾다 보니까는 사실은 말하자면은 뭐 인천에서 흘러들어서 오다가 해체돼서 <laughs> 다시 재창당된 아 그런 팀이었다는 것도 알게 되고 그 가운데 음. 잊혀진 역사까지는 아니더라도 아 남아있던 음. 역사로서 그게 장명부 선수가 있다는 걸 알게 되었고 아 그런 것에서 좀 감명을 감명 깊게 받아서 좀 찾아본다가 다큐까지 만들게 되는 아 <laughs> 말하자면은. 덕질을 해도 끝까지 하는. <웃음> 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 그렇구나. <웃음> 근데 뭐 생각해보니까 아마 그때. 이제야, 뭐, 히어로즈도 한국 시리즈에 진출한 것처럼, 뭐, 강국 근황이 됐지만은, 음. 되게 약했고, <laughs> 설마, 먹당 뭐 야구장에, 그, 사실 그 서울에 두개 이미 프로야구 팀이 있었고, 잠실 야구장이었잖아요? 예, 네, 맞아요. 음, 잠실 야구장에 비하면, 뭐, 말하자면, 뭐, 조라, <웃음> 조라하다거나, <웃음> 야구장 자체가 뭔가 뭐, 옛날, 옛날 80년대, 90년대 프로야구를 좀 생각하게나, <laughs> 그렇죠. 생각나게 하는. 그죠 음. 거기는, 외아에 앉을 수 있는 곳이 없어요, 목동구장은. <laughs> 그냥, 응. 외야에는 뭐, 응. 아무것도 없고, 어. 그냥 이렇게, 뭐, 응. 전광판이나 좀 있고, 내야만 어. 이제 보는 건데, 응. 거긴 그러니까 아마추어 야구장이죠, 말하자면, 음, 원래는. 원래 아마추어 야구장이었죠? 네. <laughs> 근데 거기다가 응. 프로팀을 만든다고. 어. <laughs> 아마 그때만 해도 뭔가, 뭐, 80년대 3위, 10 슈퍼스터즈 대략이 없다고 할 네. 수가 있는 것도, 약간 그런 느낌도 좀 있었잖아요? 맞아요. 그냥, 어. 현대. 현대도 음. 뭐 많이 망해 간다고 해야 되나? 할때그 팀을 아예 부셔서 다시 만든 거기 때문에, 뭐, 이루 말할 수 없었고, 선수들도 뭐 좋은 선수들이 있었지만은, 음. 구단 운영을 위해서 다 갖다, 좋은 선수들은 다 갖다 팔고, 음. 그러니까는 팀은 자연히 약해지고, 음. 약해지니까는 뭐 이제 맨날 지고 뭐, 음. 꼴찌 직전까지는 했던 것 같은데. <laughs> 80년대 그 때였던, 아, 제가 일본 국적이라서, 뭐, 격포라는 말을 쓸 수가 없기 때문에, 제일 한국인이라는 말은 쓰지만은, 네. 뭐, 제일 한국인 선수는 여러 명 있었어요. 뭐, 가장 유명한 게 아까 아까 제가 말씀드린 그, 니우라, 그, 한국에서는 김일윤. 네. 응. 김일용 선수가 굉장히 유명했는데, 그왜 하필 잔면부였는가? 음. 그것 좀, 좀 설명해 주시겠어요? 김일용 선수, 는 음. 잘한 선수였죠. 다큐 영화에서는 나오진 않았지만 이제 이영구 선수가 해하셨던 말이 우등생입니다아뭐 음. 네. 아, 아무래도 아직도 뭐 한국의 프로야구에 좀 인연도 아직도 갖고 있고, 네. 음, 아직도 왔다 갔다 하면서 지금도 한국 스포츠 신문에 그 칼럼 같은 것도 쓰고 그 해설도 하시고, 네 맞아요. 그런 분이잖아요. 네. 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 근데 그냥 이제 자기 할 것만 딱딱하는 건고 음. 그게 뭐 저는 나쁘다고 생각하진 않는데. 음. 말하자면 완벽하게 갖춰진 야구선수 그에 반해서 장명부 선수 같은 경우에는 뭐 사생활이 아주 그냥 장난 아니거든요 쉽게 말하자면 좋지 않은 소문들도 많이 있고 뭐 말하자면 뭐 여자가 많다든가 주변에 도박 <laughs> 좋아한다든가 술도 뭐 이루 말할 수 없을 정도로 좋아하고 담배 피고 그렇지만 본인이 좋아하는 야구에 대해서는 진짜 자기 몸을 불태워서까지 야구를 하는 완벽한 선수는 아닌 거죠 말하자면 뭔가 하나 좀 결여되어 있는 저는 근데 완벽한 거에 이야기성이 있다고 생각하진 않거든요 어, 어, 어 예. 음. 완벽하지 않아야만 더 사람들에게 감명을 깊게 해주는 그렇기 때문에 김일용 선수 이야기보다는 장명구 선수 이야기가 좀더 가슴 깊이 남았지 않았나 なるほど。やっぱりその、完璧で優等生で、今もなんかみんなにいい記憶として残っている人よりも、なんか人間としては欠陥が、<laughs> <laughs> 人間としては優等生ではないけど、多分そんなに今、韓国で覚えている人も少ない。うん。ですよね。まあ、覚えてる方は、割と覚えてらっしゃるんですけれども。やっぱり、覚醒剤とか、いろいろあったので、なんていうか、あの頃はすごかったなだけど、やっぱなんか最後があんまり、うん、終わり方があんまり良くなかったので。そうですね。なんかやっぱりそういう人に魅力を感じるっていう。 ちょっと、自分自身も、そんな完璧な人間でもないし、でも、だからこそ、語りたいっていう。はい、こういう人生の、を見て、我々が何を学ぶかっていうのもあると思いますし、または、難しいんですけど、いわば、今も日本にはたくさん、在日関係の問題もあると思いますし、ただその中で苦しんだ人がいたっていう。 そういう話にもなれますし、もういろんな話が混ざっている感じの。そう。内容はまたちょっと追って、いろいろ追っていきたいと思うんですけども、この映画には本当にいろんなことが書かれていて、その福祉という人の生涯をたどることで、日韓関係の政治のムーブも見えてくるし、在日コリアンの追い立ちに込められた抗えない歴史みたいなことも出てくるし、なんだか本当にあの、1時間の短い作品なんですけれども、いろんなことが 語られている作品だと思うんですよね。あ,ありがとうございます。さて、その三味スーパースターズの話にちょっと戻りますけれども、うん、先ほど、そう、シーズン30章という不滅の記録を打ち立てたチャンミョン部ですけれども、その投げすぎがたたって翌年ガタッと調子を崩してしまいます。ちょっとそこの部分がですね、さっきの三味スーパースターズ、最後のファンクラブからちょっともう一回引用して読んでみたいと思います。 最多勝利投手だったチャンミョンブは最多敗戦投手になっていた。イムホギュンが乱調をきたし、キムジヌとカンガンオクは負傷に苦しんで打線は沈黙。イヨングは最多併殺打者となり、真のヨング永久に生まれ変わった。サンミは再び、はい、負けという字のつくあらゆる記録、もちろん自ら打ち立てたも,て打ち立てたものを一つ一つ塗り替えていった。 84年にはゲーム打率2割3分7厘で82年に自ら樹立したシーズンチーム最低打率の記録を更新し85年にはちょうど1年前に自ら打ち立てた16連敗の記録をやはり自らの手によって塗り替えてしまった伝説の18連敗を記録した今もその記録も歴代の最大連敗として残っているわけなんですねおほほう <laughs> この不滅の記録を専門家たちは口を揃えて、三味のライバルは三味だけと褒めたたえた。そりゃそうだ。<laughs> いや<ー> <laughs> 涙が出るほど遠い地球からある日、チャンミョン部は投げられないのではない、投げないのだという怪しい噂がかすかに伝わってきた。噂の中身は次のようなものである。83年の契約当時、チャンミョン部は30勝したらいくらくれるかと球団オーナーに尋ねた。30勝オーナーは考えた。そんな冗談ってあるかいと。 パクチョルスンの24章が神話と呼ばれているのに、オーナーは、たとえ空が崩れ落ちてきたとしても、ウラルアルタイなマスクをしたチャンミョン部がアングロサクソンなパクチョルスンに6章も上回るはずはないと思ったのだ。そこで、1億と答えてしまった。もちろんチャンミョン部はその言葉をまともに受け取った。問題は、歯を食いしばったチャンミョン部が本当に30章したことから始まる。約束通り1億くれというチャンミョン部に、オーナーは汗を流しながらこう答えたという。ははは、ありゃ冗談だと思ってたんだけどな。金なんかないよ。 <laughs> その噂はいくらも立たないうちにスポーツ紙に正式に報道され、冥王星の周りを回っている僕のリアカーの上にもポンと正確に配達された。驚いたことにそれは事実だった。冗談だと思ってた。それでああだったのか。<laughs> と、まあ、面白おかしく書いてますけれども、この逸話は結構有名な話で。そうです。えっ、ー、と、はい、私のドキュメンタリーでも、当時の新聞記者であった、今は、 韓国野球委員会の資料収集委員長をやってらっしゃる本さんがそのことについて喋るわけなんですけれども、まあ、ここまでではないけど、まあ、いわば福士さん、いわばチャンミョンブさんが、あの、先に1億要求したっていうか30社したらいくらくれるかをしたわけじゃなくて、三味の社長が先に言ったんです。これは別に、福士さんはもともと主張してはなくて、 まあ一億っていうのも、まあ飲み会で、いわば、行って、なんか、社長が聞くにもこれは30勝するっていうのは記者会見でまず先にした話なので、聞くにも驚く話じゃないです。こうすると優勝圏内に入るわけなんですよ。30勝一人が30勝するだけで、うんうん。まあ実際にこの年は1勝で優勝逃して2位だった。そうです。 まあ、あの、いろいろ、そ、その話もいろいろあるんですけれども。うん、で、なんか社長が聞くにも、ええー、そんな参事社できるのかって言って、まあ飲み会で、まあ酔ったと思うんですけど、私的には。おい、本当に参事社するなら、私が1億ウォンあげる。1億ウォンは、まあ、今の値段だと1000万円ぐらいですかね。まあ、そのあげると。でもまあ、本当にやるかも知らなかったんだろうし、 飲み会で言う話は韓国であんま信用できない話なので。まあ、基本的に。でも、日本は違うじゃないですか、文化が。まあ、飲み会で言っても、行ったことは行ったことじゃないですか。うん、それはちょっとどうかなという気もするけど、そうですよね、うん。でもまあ、とにかく、ええー、うん、とにかくチャンミョン部はその話を本当に真面目に受けたというかね。はい。うん。それで、まあ、シーズン終わって30周したので、一応命くださいって言ったら、まあ、球団は球団でもう、 忘れたか、多分私は言ったと思うんですけど、言った後に忘れたと思うんですね。それでなんか、まあ、いや、そんな、そんな、ないよっていう <laughs>、うん。<laughs> そもそもの話で、三味と福士さんの契約は、公表された契約よりもっと高い二重契約でされていたので、はあはあ、それは三味球団が母体になる企業である三味っていう企業を、 騙して契約したので、うん、なぜかというと国民世論が結構反発があったので当時、こ<は>んな年老いた選手をそんな大金を持って持ってくるのかっていう話があったのに加えて1億を要求されて、うん、そもそも騙した金額で契約したのにまたお金を出さなきゃいけないっていうような状況になって、まあ噂では 社長であった方が、まあ、自分のお金でちょっとぐらいのボーナスをあげたっていう話はあるんですが、そこはまあわからなくて。はあ、うん、なるほど。まあでも、そのシーズン30章、お金のためにチャンミオン部は投げたのかっていうと、必ずしもそうではないっていうことが、まあ映画の中ではね。そうですね。あの、そこは、 え大事なとこだなと思っていて、うん。で、えっ、ー、と、今、この朗読の中で出てきたイ・ヨングという選手は、実は木山 A 級という、この人もまあ広島カープにいた選手で、福祉、チャンミョン部と一緒に韓国に渡って同僚になるわけなんですけども、この人が証言してて、ね。そうですね。まあ、金のために投げてるんかっていうのは、一年だけ頑張って次の年どうなるかわからないので、それはないと思いますっていうのが言葉として、あの方は言って、 いらっっしゃったのでなぜか。って言うと、チームを盛り上げてやりたいっていう気持ちがすごかったというのが、あの、木山さんの証言として出てくるわけなんですね。前年度に歴史的な大敗をしてるチームだから、それをぬ、拭わしてやりたい。ひっくり返してやりたいっていう言葉をずっとされてて、それで投げていたと。うん、まあ、福士さん、ジャンミョンブさんも、 本当は、グラウンドの裏ですごく緊張されてて、うん、なんて言うんですか、ウェッとなるような、うん、そういう、吐き、うん、吐き系みたいなのもされていたし、うん、そういうのを隠して、マウンドの上では、ちゃんとやることで、ちょっとチームを盛り上げてやりたいっていうのがすごく当時気持ちとしてあったと証言されてたので、うん、まあ、あの、吐き系とかは映画の中では出てこないんですが、福山さんがいってらっしゃったので、 한번 다시 가까나, 때. 네. 아, 또, 막,やっぱり,なんか, 뭐 한국 야구가 강여고다이 한국 야구를 응. 키우고 싶다. 응, 그런 말씀도 하셨죠. 네, 응. 아주, 막 생긴 하, 한국 야구고, 프로 의식이 아직 제대로 정착되지 않은 야구였기 때문에, 응. 하지만 어디선가는 배워와야 하는 야구인데, 그때 제일 동포분들이 와서 기여한 부분이 있고, 실제로 기여가 됐고, 그런 공들이 있다는 거는 이제 영화에서도 감독님, 삼성 감독이셨던 전 삼성 감독이신 분이 알려주셨던 내용이고 말하자면은 이건 키야 마상이 얘기한 거긴 한데 이제 세계를 노리고 야구를 하기 때문에 한국 야구 로컬 룰로는 안 된다라는 거를 알려주셨기 때문에 그런 것도 이제 그런 모든 면에서 한국 야구를 강하게 하고 싶었던 의지가 강했던 게막그 당시 제일동포들도 그래 했을 거고 장명부 선수도 그래 하지 않았을까라고 저는 생각합니다. 아까 말씀드렸던 것처럼, 그, 그때, 그때 당시만 해도, 그, 일본에서 온 야구선수라면 연병, 네. 연병에 가까웠어요. 사실, 그런 외국인 선수에 가까웠던, 그러니까 지금 아주, 그, 수준이 뛰어난 그런 선수처럼 받아들였던 것 같아요. 그러니까 뭔가 그, 수준 차이를 보여줘야 한다. 그래서 뭐, 한국 야구를 키워야 한다. 아 어, 그런 의식이 강했던 것 같습니다 그~ 영화를 영화 보면서 그런 것좀 느꼈어요 네 아마도 말하자면 한국 야구위원회에서도 그런 생각이 있었기 때문에 계획을 세웠던 것 같고 예 음, 네, 음. 그렇죠. せず何年で現役終わっちゃうんでしたっけうーん、86年ですかね。ああ<ー>、うん、そう。あの映画の中で当時のテレビインタビューが出てきて、あの年30勝しなければもうちょっと長く活躍できたんじゃないかっていう記者の質問に、福士さんチャンミョン部は泣き出すんですよね。そうです。うん。多分。 本人もいろいろ思うことはあるんでしょうけれども、まあ本当はしなければよかったかもしれないっていうのは本人が言っていたので、あ<ー>はあ、い、三30章じゃなくてまあ普通にまあ20章ぐらいで、まあそんぐらいでよかったんじゃないかっていう、で後悔をされてて、まあ18年もプロ野球やったのにっていう言葉が私はすごく、何のためにっていう、あ,あそこまでプロ野球やってて何のためにっていう言葉が今でも 記憶に残るわけけなんですけれどう,んどうなんだろうでもなんかやっぱり優勝にあと一歩で手が届くってそれがほとんど自分の肩に全てかかってると思ったらやっぱり生きに感じて投げちゃうだろうなやめられないですよね、そういうのは本当に。で、また彼の場合はやっぱり人間ってその太く短く生きるか細く長く生きるかみたいなところってどうしてもいろんなとこで選択の 迫られるところがあって、彼はやっぱりそこでなんか太く短く生きることを、まあ選んだというか選ばざるを得なかったというか、自ら進んでそれを選ばざるを得ない境遇がどんどんまあ自分の前に開けていったんだろうなっていう感じはするんですよね。そうですね。まあ、福士さんってそもそも強いチームに行けば、そんな無理しなくてよかったんですよ。<laughs> 本当は。そう, <laughs> <laughs> そうだよね。そ、まあ、うだよね。まあ、当時といえばヘテとか、今はキアタイガーズとかは、はいはいうん まあそこら辺のチームに行けば強いチームだの別にそんな無理して投げなくても他の選手が支えてくれたと思うんですよ。でも彼がいたチームは全部弱かったチーム。86年も弱かったチームだったので最後までそれがいわば不運っていうか。うん。まあ残念なところではあるんですね。う,ん、うん。そうなんだよね。まあ本当にびっくりするぐらい弱かったチームを一人で背負っていた。 というところで、しかもそれが自分が活躍することでなんか結構成績がかなり変わっちゃったりすると。で、映画なんですけれども、だいたいどのぐらいの期間で制作した映画だったんですかこれはまあ、えっ、ー、と、うん4月、5月、去年のこれから企画はやってて、でもまあ自分の中で何をするかを決めなきゃいけなかったので、 そのぐらいでやって、実際の撮影が始まったのが、まあ、8月ぐらいはあ、はあ、から、去年の8月ぐらいから始まって、12月まで。撮影して、12月に編集。<ー>家でずっと閉じ込めて。<laughs> 結構急ピッチな、す。ごいスケジュールですね。すね本当に死ぬと思ったので <laughs>。<laughs> 編集とかは、特に、3週間、2週間、3週間ぐらいずっと家にいたので、何にもせずに、 あの、ご飯も出前だけで <laughs> 過ごして <laughs> うん、うん。まあ、そのぐらい期間が短かったので、まだ見せたかったけれども見せなかった部分もたくさんありますね。はあ、はあ、はあはあうん、ちなみにその、使われなかった部分でなんかもし、ここは惜しかったな、ここはなんか、泣くなくカットした部分とか、あの、面白いエピソードとかあったらちょっと教えてもらえませんかうん、うんはい、まず先に言うのは、まあなんだろう。 福士さんが裏でどういう姿だったのか。グラウンドの上じゃなくて。なぜかというと、福士さんは言っちゃえば、日本語しかできなかったので、当時は。一緒に見た選手は、木山さんしかないんですよ。本当は。その、本音を聞いた選手はもう、それこそ本当に木山しかいなかった。はい。だってまあ、木山さんは、映像には出てこないんですけど、当時、三味球団がアパートをくれるって言ったのに、なかなかアパート探してくれなくて。<laughs> <laughs> まあちょっと球団があれだったので、さっきの話からすると、1億ウォンのボーナスからしてちょっと変な球団だったので、<laughs> 確かにね。<laughs> <laughs> それでアパート探してくれないからホテル住まいしてて、そしたら、福士さんにもアパートくれたんですよ、でも。はあ。あの、三味球団は。<ー>球団がアパートと、えっ、ー、と、なんだっけ。 運転手、うん、と車までちゃんとくれて、<ー>それでソウルで過ごしてたんですけど、あの、福士さんは、はい、そうすると木山さんがホテル住まいしてんのを見て、お前だったらうち来いよ。うちで過ごそうって居候させてもらったっていう話を聞いたんですは<ー>それも映像には入らなかった部分。ああ、そうなんだ。それで一緒に車乗って球場行ったりしながら、まあ 南の方にあ、南っていうか、他の地方行くときはバス一緒に乗るんですけれども、はい、そうじゃないときは車で一緒に渡りながら会話を車の中でいろいろされてたと。ああ、なるほど。へえ。その中で出てきたのが、まあ映像の方にも載ってるのもありますし、そうじゃないのは例えば、まあ、さっき言った吐き気もそうだったし、はい、何を教えたい っていう気持ちがあったのかっていうのも、喋ってらっしゃったっていうのは聞いたので、うんはい、例えばなんですけれども、弱いチームっていうことを云々する前に、韓国野球の中で自分がやれることっていうぐらいは喋ってたと思うんですけれども、はい、まあ、詳しくは、 木山さんも覚えてらっしゃることではなくて、まあ、いわば30年も過ぎた、34十年も過ぎたことで、でもまあ、印象に残った部分がたくさんあったと。83年だけは。はいはいはい。そういう話もそうだったし、まあ、あとは、うん、本当に撮ったのは多いのに、今、今思えば、全く <laughs> 頭に残されてるのが1時間のあの映像しかなくて、なるほど。奇妙ではあるんですけれども、あとは、まあ、 監督さん他の監督さんが言った、記者さん、はい、元記者さんが言った福士さんの私生活に関する話とかは、はい、本当は、あの、立体的な人物像を見せるためには、ちゃんと載せたかったんですけれども、はい、あの、1時間以内に作らなければいけなかったので、 載せたいけど、載せられなくて、ちょっと、あの、いい部分だけ見せたかなっていう気も若干します。確かにさっき言ったように、その、掛け事好き、女好きみたいな、そういう部分を、あの、今でも証言する人がいるっていうこと、やっぱり結構、韓国では破天荒な生活を送ってたんだろうなと、<laughs> まあ、いう気はしますよね。そうです。なぜかというと、まあ、彼は日本国籍だったので、当時、まあ、ソウルにある、爆打できるところ ああ。出入りができた。ああ、カジノ。はい、カジノです。はい,は,いは,いはい、はい、はい。はい、えっと、その証言は監督さんがされてて、<ー>本当は、彼をこう、後ろから支えるぐらいの代理の人がいたら、彼はもっと、まと、共に生活できたんだっていう話をしてて、監督さんは。もう、ぶん殴ってまで家に閉じ込む、閉じ込めさせら、させて、ちゃんとそういう規律を、 教えればもっといい選手になれたかなっていう後悔をされていたので、若干。ああ<ー>、なるほど。お金も全部奪って、奪、奪うっていうか、その、お金を別の人に管理させて、そうすればいい選手だったんだろうなって、いい記憶としてもっと残ってたんだろうなっていう話をされてましたね。なるほどね。まあそういったところから、その、はい、後にヒロポンに手を出したりとか、うん、まあそういう悪いつながりもできていくのかもしれないけれど、でもやっぱり、 今ちょっとちらっと言ったけど、大変孤独な韓国生活を送っていたんだろうなという気はするんですよね。やっぱりまあ、はい、そもそもやっぱり言葉が不自由だから、映画の中にイボケ、イボケン、はい、うん、정말잘찾으셨네요。ああ、この사람이있었다는거、ウリドもおらっ구요。ええ、はい。지금도그、천안에계시는그분이、왜그、ちゃんめんぶらの사람이、トトリエ에서태어났는지、ええ、うんうん、그런것도、い、ね、い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 、 てんげま,んんく抑まあなんというか在日韓国人がやっぱりなぜ存在するのかみたいなところから実はそこはやっぱりいろんな個人史が本当に激動の個人史がいろんなか家庭ごとにあったりするわけなんだけどその中の一つ本当にその中の一つなんだなっていうそのイボケ要するに腹違いのお兄さんと福祉は言葉が通じないわけですよね。そう,そうです。でそもそもどうやって 彼を探すことができたかっていうと、あの、イボション。まあ、コメントを残していたんですね。その腹違いのお兄さんの、えっ、ー、と、孫の女性の方なんですけど、孫えっ、ー、と。孫の女性。はい、あ、あの、孫の女性、その。イボキョ,ョン、ソンニョ。イボション、ソンニョ。はい。の方がコメントを残して、私もちゃんと覚えてますよということで、まあ、それで、それを見てメールをしたんですね。ほう。テク、テクル어に余すっちょ 오. 제 영화에 나오는 홍순일 편집장님, 지금 뭐 위원장님인데, 어. 위원장님이 쓰신 글이 있어요. 어. 그글 제일, 이제 연작으로 쓰셨는데, 그걸 제일 마지막에 댓글이 달려있거든요. 어. 그걸 보고 이제 저는 메일을 한 거죠. 어, 저, 뭐야, 네이버 메일로. 음. 근데 그 손녀분이 평소에는 네이버 메일을 하, 절대 안 보시는데, 그날따라 여셨대요. 제가 메일을 딱한 날. 어, 뭔가 뭐, 음. 신이 계시네요. 음, 약간 좀, 저는 그거를 장명구 선수가 도왔다라고 말하고 다니는데 어. 아무튼 그걸 봐주셔서 연락이 닿아서 어. 가서 취재를 하게 된 건데 음. 편집된 부분이 많죠. 그 부분 같은 경우에는. 이복현 같은 왜냐면은 그렇게 일본 욕을 많이 할 수가 없어요. <laughs> 사실은. 어. <laughs> 본인이 쌓인 게 많잖아요. 어. 그 부모님 없이 자랐다는 거에 대한 불만이라고 해야 되나. 음. 그거에 대해서 되게 깊은 아안 좋은 감정을 가지고 있었기 때문에, 그런 부분을 최대한 쳐내면서도, 어느 정도는 전달이 되게. 아 뭔가, 그래서. 음 아마 그 잔면부라는 이북동생이 있었다는 거 알면서, 그냥 뭐, 영화 안에서는 그냥 방합적 반갑죠, 방합조라는 그런 얘기를 했었는데, 아마 그런 방합다라고만으로 만으로는 말할 수 없는 아마 여러 가지 복잡한 음, 자첩한 감정이 있을 거예요, 아마. 네, 맞아요. 그게 처음 본 동생이잖아요 말하자면 완전 남처럼 보일 수도 있는 거고 음. 아무도 모르는 거니까 사실 그런 거를 좀 말하는 말투도 그렇고 약간 단순히 좋아, 좋았다라고는 생각할 수 없을 거예요 영화를 직접 봐주시면 은 이제 알겠지만 음. 실제로 그분이 말씀하시는 거는 전혀 완전 반갑다는 아니거든요 그렇죠 네. 음. <놀람> 아버지 욕할 수도 없고 그렇다고 또 돌아올 수 없었냐 하면 그것도 아닐 거거든요 그 아버님께서는 왜냐면은 한국, 한국은 당시 여행이 자유롭지 않은데도 아들이 자꾸 갈수 있었으니까 58년 뭐 59년 이럴 때는 건너가기도 쉽지 않은 건데 가시고 했으니까는 그게 왜 그럴까 생각을 해봤는데 기반을 거기에 잡아버려서 어. 돌아갈 수 없게 된 약간 음. 왔다 갔다 할수 있어도 돈을 벌어야 되는데 한국 와서는 뭐 당시 한국은 대단히 가난했기 때문에 음. 가서 뭘할 수도 없고 약간 그런 상황에서 놓여서 어쩌지도 저러지도 못하는 약간 그런 음. 모습이 좀 보이지 않았나 싶기도 했고요. 음. 아마 그 잔면부 잔면부 선수 입장에서 보면 아마 그 굉장히 외로웠을 거예요. 아마 그런 일본에 대한 좀반감과 음, 아마 그때 한국 사회에서는 지금보다 훨씬 강했었죠. 그러니까 뭐 일본에서 온 선수라면 게다가 제일 격포라는 그런 사람한테 일반 한국인이 느끼는 감정. 아마 그것도 좀 약간 반감 섞인 것도 있었을 거예요. 그렇죠. 왜냐면은 한국은 약간 민족주의가 그 당시 에 대단히 강한 나라였기 때문에 말하자면은 일본에서 살면서 한국말도 못 하고 그런 거는 이제 키야마 상 그러니까 이영구 선수도 증언했지만 영화에는 실지 못한 부분이었는데 말하자면 은뭐 한국에 서 건너왔는데 니는 왜 한국인인데 한국말도 못하냐. 그래서 배운 적이 없다 하니까는. 부모님 있을 거 아니냐. 약간 그런 식의 약간 공격적이라고 해야 되나? 베타주의적인 성향이 보이는 게 있어요 어느 정도. 이영구 선수도 그러했고 아마 영화에 등장하는 부분이지만 뭐그 당시 일본에 사는 제일 동포들 또한 일본인들에게 겪었던 게 있었을 것이고 서로의 아픔이 생기게 되는 말하자면 음, 일본인이 아니니까 뭐. 感動님이증언해주신頃の、もう、두들겨맞네、もう、くれたのこと있지만。うん。う런、うのゃん、んー、복잡한것같아요。제가보기에는。<laughs> うん、그렇죠。日本から来た在日選手に対する複雑な感情もあって、多分それは、ファンからも、まあ、同僚の選手からも感じてただろうし、なかなか多分本当に孤独だったんだろうな、という、想像はしますよね。<laughs> <laughs> そうですね。まあ、せん、 全ての人生において、まあ、孤独から始まって、結局孤独から終わる彼の人生っていうのが、若干そういう感覚がありましたね、私はうん。本当に見ていただくと、いろんなものが詰まった日韓の歴史もそうだし、80年代のプロ野球っていう、まあ、あの、現代に果たした在日韓国人選手の役割みたいなことも、あんまり今知ってる人少ないですよね。そうです。まあ、 これは映画に載ってないんですけど、パック、サムソン監督、元サムソン監督さんが言った中で、もらう分だけもらって捨てようっていう、セリフが出てくるんですね、ちょこっと。<ー>それは、まあ、私にとってはすごく悲しい話だったので、載せられなかったんですけれども。<ー>いやばい、福士選手に関する話をする中で、私生活がそんな悪ければ、まあ、いいところだけ取って、悪いところは捨てよう。その野球を教えてもらえば、次は、 もんなしだからっていう感じで言ってらっしゃったんですよ。そういうのが全般的にあって、完全に忘れられたわけではないけど、ちょっとま、すごく忘れられたかなっていう印象が私の中にあるんですね。そう。在日同胞もそうだし。うん。だって、今韓国見ても、あ例えば、新藩銀行はい。とか、在日の民団がつくあの、寄与したっていう知ってる人ほとんどいないと思うんですよね。うん そういうのをなんかもらうところだけもらって忘れちゃったのは、うん、私としてすごく悲しいし、もっと覚えていただきたい。なぜ、うん、かっていうと、歴史って、切っちゃったら歴史じゃなくて、ただの出来事に過ぎないと思うので、うん、そういうのをちゃんと受け、受け継ぎたいっていうのが、私の思いなんですね。うん、ねえ、あの、福士選手は韓国での現役は4年で終わったのかなそうですね、まあ、うーん。 三、四、五、六なので四年ですね。その後、コーチの仕事を、あのー、やるんだけれども、あんまりこう、続かなかったっていうくだりが、出てきて、はい、で、なんかそれは、教える技術はあるんだけれど、なんかうまいこと、その、チームと折り合いが、チームと折り合いが合わなかったり、なんかいろんな反発を招いたりしたっていうような話が出てきて、なんかあの辺が実はちょっとよく、なぜなのかっていうのがあんまりうまく、あの、映画でうまくわからなかったんですけど、うん、なんか、言えない話があるんですか ありますね。まあちゃんと。まずはサムソンに呼ばれる時の前に個人、個人で教えたっていう話が出てくるんですけど。はい。それは本当は、その当時のルールでは禁止なんですよ。ああ、なるほど。<laughs> まあ今は言えるって言ってたんですけど、あの監督さんは。そういうことを他の記者たちに全く教えずにやっていたので、そういうことも出てこなかったし、本当は。私の映像で初めて、 あの監督が言ってらっしゃったんですね。ああ<ー>。でもそれ隣に他の記者さんがいて、すぐ記事に出したってちょっと悔しい気持ちはあったんですけど。そうだったんだ。<laughs> <laughs> まあ、それはともかく、それもあったし、まあ、サムスンでそもそもなんで受け入れられなかったかっていう。はい、サムスン、はテグを地元にする球団ではあるんですけれども。その特色っていうのが日本で言えば共闘的なああ<ー>、ちょっと保守的で。外部のものは受け入れない。<laughs> うーん。 その監督ですらデグの出身なもんですから言っちゃえば。それでみんなちょっと他のコーチもそうだし、よそ者の中でも本当のよそ者じゃないですか。日本から来たよそ者、はい。完全に。だから、はい、はい、ちょっと排除するはあ<ー>。そういうのがあって、まあ雰囲気に負けて1年ぐらいしかやれなかったって言ってましたけど。はあはあ、雰囲気に負けた。へえ。みんな、まあ多分、 いろんな理由を出して問題提示をすると思うんですよ。プライベート、云々とかしながら。はいはい。でも本当は仕事は仕事として見てもらうべきだと思うんですけど、そういうのがなくて、まあいろんな理由をつけて排、排他タ、ハ主義っていうか、まあ排除しようとするのがあったし、<ー>それに、プサンで、今度はロッテジャイアンツでコーチ生活をするわけなんですけれども、 まあみんなあんまり良い目で見てないのに加えて、うん、まあ、あの、当時の記事に載ってるんですが、ファンと喧嘩しちゃったと、福士さんが。ああ<ー>。うん。でもこれは私は理解できるのが、うん、当時のロッテについて理解できる人はみんなわかると思うんですけど、うー。<laughs> こう、ちょっとわかりますね。わば日本の、日本で例えるならば、阪神タイガースみたいに。<laughs> <laughs> 強い何かがあるんですよ、ロッテには。 ありえないくらいの。それでまあ多分、福士さんの方に行って、ロッテはいつも下手だったので野球が言っちゃえば。はーはーそれでなんかちょっと文句言って喧嘩したのではないかなって勝手に想像してて。はーはー当時の記事にもファンが処罰を求めていないって書いてあったんですよ。はーはーはー まあ本人も多分何かやったんだろうっていうのが予測されるんですね、私は。それを見ると。はあはあ、本当はわからないんですけど、本当の事実は。それで、まあ、コーチも辞めてしまった。っていうこともありますしね。はあはあ、やがてヒロポンに手を出し。うん、あ、まあ、ヒロポンは言っちゃえば、その工事をやってる頃にも辞められなくて出してはいたけど、91年にバレたと、それが。 なるほどね。なんだか、プロ野球の選手ってのは、まあ、なかなかその、現役に対して、解説者とか、プロ野球のコーチ監督になれる人なんてほんの一握りで、というね、あとはもうなんかこう、自分で仕事を探しながら頑張っていくしかないっていう世界ではあるとは聞きますけど。ね、木山さんだって、あれですよね。 今、ラーメン屋やってらっしゃるんじゃないですかねなんかでもあの、広島のユニフォームを着て出てきたところなんかは、なんかやっぱり、あ、なんかこう、自分の元いたチームに対する愛着が強いんだなっていうのなんかすごい見てて思いましたね。うん、本当に会話す,するときに、自分がもっといい選手だったらなっていう悔しい気持ちがちょこちょこっと出てくるんですよ。その直接言葉で言わないんですけど。あ,<ー>あ、もっとよかったらなもっと頑張れたらな あとはまあ、頑張るだけじゃダメ、ダメなんですよね、プロ野球選手はっていう言葉も私に言ってて。<ー>そういうなんていう。うん、愛情っていうか <laughs>。やっぱなんか、スポーツ選手は本当に、努力だけではどうにもならない部分がやっぱりありますからね、才能もそうだし、持って生まれた体格とか、うん、ね、体っていうのもやっぱり大きいものだし。 そういういろんな面で見える悲しさっていうのも感じて。ねえ、まあそういう意味で福士さん、チャンミョンブっていう選手はいろんな意味で多分恵まれていて確かに今考えればもっと上手くやれただろうっていう後から考えることもできるんだけど彼はきっとシーズン30勝したからこそこうやって覚えてる人が映画作ろうと思ってるわけだしね。<laughs> そうですね。まあむしろ韓国にも酸味のもっと一つの映画があって あのシュ、スーパースターカムサヨンっていうお、お分かりになられるかどうか知らないんですけれども、でも、その映画の主題になるカムサヨンっていうピッチャーは、一生しかあげてない。プロ、プロで、すべてのプロ生活で。だからこそもっと有名になる。こともできたし、なんか、いろんな面白いのがあって、そもそも酸味、酸味っていうのが、みんなちょっとなんか、喋ってしまうく、減ったクソだからこそ喋ってしまう。<laughs> 伝説のね、ね <laughs>、はい、さっき読んだ、 サミスーパースターズ最後のファンクラブっていうのはもう韓国ですごくあの人気のあった小説ですけど、これもやっぱり弱いからこそテね、小説のテーマになってみんなが、ええ、みんなが読むという。<laughs> そうですね。いわば日本の国鉄。 的なもんじゃないんですかね。なんかね、国鉄スワローズは弱かったけど、じゃあ弱かったからこそ愛されたチームかっていうとちょっと違う気がするんだよなあ、まあ、若干金田さんの影響が強かったのかな。まあ金田正一っていう選手が一人で支えていたチーム確かにあったけど、むしろなんか最近で言うと暗黒時代の阪神タイガースみたいなね。あ,<ー> <laughs> ありますね。<laughs> まあ、金田さんの名前は、まあ、亡くなられて残念なんですけれど、あの、編集、あの、取材中に亡くなられたって聞いたので、あ<ー>そのパック監督が、えっ、ー、と、金田さんに関する話をすごくされていたので、本当は。はいはいはい。彼に関するあ話とか、自分が聞いた話。ええー。いろんな話もされていたんですけれども、まあ、映画には合わないから載せられなかった部分もありますし、ね。ああ、なるほど。 またね、なんか、あの、取材を重ねて、うん、さらにブラッシュアップして、そうです、ね。するとなんかいい作品になるんじゃないかなと思って。うん、ええと、今後はどうされるんですか私は、2月末ぐらいか、もしくは3月まで日本にいて、その後に完全帰国<ー>するんですね。しばらく、かはい、しばらくは。それで、まあ、韓国でこの映画をもうちょっと一般公開できるように、はい いろいろしたいなっていうのが今の現状なんですね。もっと、まあ、他のところにも見せて、いろんな人がたくさん覚えてもらって、ただ福祉選手だけの話じゃなくて、まあ、その中に、ちょ、ちょっと潜んでいる、お互いの関係の問題とか、うん、まあ、その中で苦しむ在日っていう存在に関する話とかもち、ちょっと見てもらいたくて、うん それで막 스폰서 찾기とか ,まあ, 하이큐 とかそういう를 하려고 하고 있습니다. 음, 하이. 근데 그 원래 다큐 작가가 되려고 무사시노 미술대학에 입학한 건 아니었다고. 네, 예, 그렇죠. <laughs> <laughs> 원래 뭐 하려고 일본 유학을 왔어요? 일본 유학온 분들은 다들 그런 분들이 되게 많은데 애니메이션에 저는 흥미를 가졌어서 원래는. 아. 그래서 이 대학 입학할 때도 맨 처음에는 저는 애니메이션 하겠습니다라고 면접 때도 말을 했었어요. 아 근데 애니메이션이고 다큐하고 완전히 완전히 뭐 180도 다른 세계가 아닐까요? 그렇죠. <laughs> 좀 많이 동떨어져 있는데 다큐는 사실은 애니메이션을 좋아하기 한참 전부터 집에서 봤었어요. 어. 그냥 이게 왜 그러냐면은 저희 집은 응. 케이블이 안 돼가지고 케이블 아, TV를 <laughs> 케이블 TV로 부모님이 안 해주셔가지고 어. 집에서 이제 학교 끝나고 와서 틀면은 주구장창 다큐만 하는 거예요, 말하자면은. 그, 어... 동물의 왕국, 이런 어... 거. 그런 거를 하면서 이제, 그냥 볼게 없으니까, 나는. <웃음> <웃음> 만화 영화도 많아고 뭐. 어... 그나마 그 중에 재밌는 게 다큐니까 다큐를 보게 되니까는 약간 다큐가 좋아졌었던. 하지만 애니메이션을 보면서 잠깐 잊고 있었던. 어... 그런 게 이제, 일본에 와서 영화를 만드는 가운데, 다큐 수업이 있었던 거죠, 이제 이 학교에 입학해서. 오. 다큐 수업을 하면서 다큐를 만들어보니까는 그 당시에 그런 기억들도 떠오르고 약간 새로운 뭔가를 하게 되는. 오. 그러면서, 아, 다큐 진짜 재밌다. 아. <laughs> 좀더 하고 싶다라는 오. 마음이 있었고, 영화도 좋아하기 때문에 여기 와서 영화, ただ残念ながらそういうわけで、あの、現像、もう武蔵野美大の卒伝も終わってしまったので、現状日本では見ることができません。なんとかね、日本でもう一回上映できるといいですね。この間聞いた話では、もう一度だけとかで、 ちょこっと上映したらいいんじゃないんですかっていうような話が今されてはいるんですけど、はあはあ、何の確定もなくて、なるほどその連絡が来るかどうかもわからず、これを一旦韓国に持ち帰って、日本での一般公開を思っているので、ぜひとも日本でも上映されたらなっていうのが私の気持ちです。はい。というわけで、いや、あの、この作品は本当にたくさんの人に見てもらいたいなと私も思ったので、 저도 사실 (80년대) 한국 프로야구 좀 상생하게 기억하고 있거든요 왜냐면은 그때 초등학생이었는데 뭔가 한국에 프로야구가 있다라는 영상인가 방송에서 영상 봤나 아니면 신문에서 사진 봤나 근데 굉장히 놀랬죠. 왜냐면은, 자이언트가 있네, 음. 라이언트가 있네. <laughs> 근데 뭐, 유니폼도 뭔가 비슷비슷하네. 근데 뭐, 얼굴도 뭐, 체격도 비슷비슷하고, 그런데 뭔가 다르네. <laughs> 음. 이런 식아 어, 뭔가, 이런 뭐, 비슷하고도 다른 그런, 파라렐 월드 같은 게, 혹시 있나, 그런 거. 그렇게 관심을 가졌던 게 아마 제가 한국이라는 나라를 그 알게 된 계기가 된, 음. 여러 가지 계기가, 있, 그때 있었는데, 그중 하나였지 않을까. 어. 지금 기억이 나는 거, 그리고 그런 거예요. 음, 그러니까, 3위 슈퍼스타즈 같은 이름도, 네. 아, 그때 좀 알게 됐고, 네. 왜냐면은, 어, 3위 슈퍼스타즈라는 그런 약한, 그, 프레그 팀이 있다는, 아, 3위 슈퍼스타즈, 슈퍼스타즈는 일본는 없네. 네. 그런, <웃음> 식으로. <웃음> 그런 식으로, 뭔가, 제가 한국이라는 나라를 알게 된 기억 중, 음 처음 기억 중 하나였던 것 같고요. 그러니까 근데, 뭐, 나중에, 그, 海峡越多河村, 새끼가와 나츠오 시의그 소설인데, 그때, 일본에서 명했던 뉴라나 <목소리> 그런 선수가, 뭐, 한국인으로, 한국에서, 뭐, 뛰고 있구나, 이런 식으로 알게 됐고, 음. 그러다가, 그러니까 87년, 88년 됐고, 칼사건도 있었고, 뭐, 서울올림픽도 있었고, 뭐, 한국에 대한 여러가지, 뭐, 정보가 많이 많아졌고, 그때는 일본에서, 사실, 그, 제일차 한국 붐이라는 게그 87년이었어요. 아 어, 사실 그때 뭐 한국말 배우자라는 붐이 어느 정도 일어난 게그 사실 80년대 후반이었거든요. 서울인임픽이 아. 있으니까. 아, 음, 좀 그렇구나. 한국을 알자. 한국에 가자. 아니면 한국말 공부하자. 중학생이었는데 음. 한국말을 공부를 시작을 하면서 음. 2주일로 자주 한 그런 기억도 있습니다. <laughs> 야구가 어느 정도 영향을 주신 거네요. 말하고. 야구는 굉장히 많이 영향을 줬죠. 그러니까, 뭐, 제가. 95년도에 한국에 유학을 했을 때도, 뭐, 시간만 있으면 친구랑 같이 잠실 야구장 갔었고, <laughs> 한신 타이거스 팬이었기 때문에, <웃음> <웃음> 아, 지금도 팬이지만, 혜택형이가 잠실에서 있으면 거기 가고, 거기에는 그, 선동열 선수가 아직 마무리 투수로 있었거든요. 아, 아유, 그 뭐, 선동열 투수면은 아주 현역을 보았다는 게 얼마나 아, 그래요? 재미있는 일인데. 아, 근데 그 선동열 투수는 그때는 현역으로는 좀 약간 흡방기 들어온 시기였고, 선발 투수가 아니냐, 마무리 투수였고 혜태도 그렇게 강하지는 않았어요. 아. 그다음엔가 조니치로 온게. 아, 음, 응. 아. 응. 그때쯤이구나. 어. 음. <laughs> 그러면은 아주. <laughs> 그러니까 뭐 LG 선발 투수는 이상훈. 음. 와, 씨, 이상훈 선수를, 이렇게, 현역으로 볼수 있다는 게. 삼순 <laughs> 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 리. 삼순 리. 아, 니본대와 삼순 리. <laughs> 그때는 8시 넘으면 콘자로 들어갈 수 있다는 그런 네. 규칙이 있었어요. 요새는 힘듭니다. 해봤어요. <laughs> 요새는 안 돼요? 그니까, 러 해봤어요, 제가. 한번. 해봤어? 그니까, 한, 뭐, 8회? 7회? 이때쯤 가서 들어가려고 하니까 막더라고요. 어. 그, 잠실고장 가가지고. 어. 안 된대요. 안 됐어요. <laughs> 아. 응, 8시 됐으니까, 공짜로 몇번 들어갔죠. 물론, 뭐, 처음부터 뭐, 입장권 싸가지고 들어간 것도 많았고. 목동구장은 가끔 해주긴 했는데. <웃음> <웃음> 잠실은 좀안 해주더라고요. 아, 어, <laughs> 목동구장면 만 가능할 것 같고요. 네. <laughs> というわけで、あの、ぜひ日本でも上映されたらいいなと思ってますんで、ちょっとぜひ、あの、今後もまたちょっと映画のブラッシュアップもしつつ、作品をぜひまた作成を続けてほしいなと。はい、思ってます、はいぜ。ぜひお願いします、本当に。はい。あの、野球を知らない方でも見れるようなドキュメンタリーを作りたくて、ちょっとまあ、そういう説明も入ってたりしていたので、うん。本当はまあ、野球だけの話じゃなくて、いろんな、 いろんな面が感じられるドキュメンタリーだと思うので、うん、そういうところを含めて皆さんがちょっと見てもらえたら嬉しいなっていうことを思ってたりしています。はい。というわけで、どうも遠いところありがとうございました。ありがとうございました。はい。本日の番外編はこれにて終わります。さようなら。はははは。ははは。ははは。はは。すよ。はは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 。まは。